仙台市内で開かれた体操教室に講師として登場したのは、東京オリンピック日本代表の亀山晃平さんです。先生の名前知ってる人？はい。お、ありがとうございます。なんて言うんですか？亀ちゃんです。午前中の3歳児4歳児のクラスでは、参加した子どもたちが亀山さんの合図に合わせて走ったりジャンプをしたりして元気に体を動かしました。そして補助を受けながら初めての宙返りに挑戦しました。楽しかった。丸やつ。宮城県の、子どもたちのためにずっと体操教室やりたいなと思っていて、その夢が一つ叶ったかなと思っております。亀山さんは2013年の世界選手権種目別のあん馬で金メダルを獲得、東京オリンピックでも5位入賞を果たし、去年6月に引退しました。亀山さんは今後もこうした教室を行い、子どもたちに体操の楽しさを伝えていきたいと話していました。